つまでも待っています。いつの日か思い出してくれるのを信じて。ワン、ツー、スリー、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 ワン、ツー、スリー。失敗を恐れて玉尾さんの動きに合わせようとするから、うまくいかないのよ。すみません。ごめんね、玉尾ちゃん。今度はちゃんとやるから。じゃあ、今のところから始めるわよ。はい。大丈夫かしら、渚さん。明日がエントリーの締め切りで、明後日が本戦ですからね。ウォーキングや他のことは上達したけど、ダンスだけは。シズマに任せるしかないわ。シズマなら何とかしてくれると思うから。でもほっとしましたわ。シズマ様、とても元気になられて。そうですね、いろいろありましたから。本当にそうならいいんだけど。え？何か無理してるみたいで。やあ、君か。そのスカーフ。これが何か？いえ。じゃあ練習があるから。遅くまで頑張るわね。うん。闘技さんと加納さん喜んでたわ。シズマが元気になったって。そう。でも私には何かを必死に忘れようとしているようにしか見えないけど。相変わらずみゆきは心配性ね。私なら大丈夫よ。天音先輩。今いただくこの食事を感謝いたします。どうぞこれを祝福し、私たちの体と魂を養い、御心にかなう。シズマ様はいつものように凛として、私とは何もなかったかのようにごく自然に接してくれるけど、私のことは。渚ちゃん。おかえり。ねえねえ、どうだった？ええ、シスターが特別に許可してくださいました。ホール使っていいそうです。よかった。今晩練習できなかったらどうしようかと思ってたんだよね。やっと間違えないで踊れるようになっただけだから。え、光さんが一号車に戻ってないんです。それに天音様も。わかったわ。シスターにお願いして門を開けてもらいましょう。私行ってきます。お願い。会長、見つかった。
にも御堂にもいないわ。どこへ行ったのかしら。光。君は？ありがとう。見つけてくれたんだね。え？探してたんだ。練習中風に飛ばされて。私の大事なものだから。誰にもらったのか覚えてないけど、なぜかとてもかけがえのないものに思えて、ずっと大切にしてたんだ。天音先輩。健丈さん。ありがとう。エントリーの締め切りは明日だけど。ごめんなさい。今はエトワール戦のことは何も考えられないわ。でも、天音さんがエントリーできなければ、スピカはエトワール戦を降りるだけ。それを聞いて安心した。え？代わりのものを出しても何の意味もない。彼女でなければ、彼女こそが選ばれし者だから。私、夢を見ていたの。天音さんなら私の夢を何でも叶えてくれると思った。でもそれは私の夢を勝手に押し付けていただけだったの。なのに天音さんがあんなことになったのに、私は何にもしてあげられない。こうして心配することしか。こうして帰りをじっと待つしか。そんなことしか。送るって、天音先輩は1号車には帰らないんですか？私は朝早く起きてスターブライトの世話をしないといけないし。だったら私も一緒にいます。今夜は帰れと言われても帰りません。天音先輩のそばに。でも、君はどうしてあそこに？私も探していたんです。ずっと天音先輩を。私にとっても大事なもの。でも、何も覚えていない。私、嬉しいんです。天音先輩がそう思ってくれることが。心の奥のどこかで天音先輩と私がつながっていることが。だから。泣かないで。私まで泣きたくなってくるから。だから。Thank you.
どこでだろう。聞いたことがあるような気がする。この歌声と同じような天使の歌。天使。私は初めて光と言葉を交わしたこの場所で私の思いを伝えたかったんだ。あまね先輩、君はこの世の中で誰よりも一番大切な人だ。もう恐れるものは何もない。これからはいつも一緒だ。とうとう朝になっちゃったわね。私の思いを光に告げた。じゃあ記憶が戻ったのね。光、よかった光、よかったよかった。やった。天音さん、これで私もようやく天音のことを吹っ切ることができる。やっと自分の道を歩いて行けそうだ。やり直してくれるな、桃美。天音さんと光さんが。ええ、正式に出馬宣言をしてエトワール星にエントリーしたそうよ。これでこの温室も心置きなく新しいエトワールに引き渡すことができるわ。まだ萎縮していて
ついていくのがやっとね。すみません。もっとらしさを、あなたらしさを表現しないとダンスにならないわ。なぎさちゃん。私直接教えてあげる。でもこれが最初で最後よ。最初で最後。そう、だから自信を持って踊りなさい。さあ。シズマ、私の目をしっかり見つめて。はい。そう、そして心と心を通わせて楽しく踊るの。心を通わせて楽しく。そう、そうすれば自然に体が反応して素敵な微笑みも出るわ。あの渚さんが素晴らしいわ。最初はシズマのダンスに助けられていたけど、完全にシズマと一体化してる。やはりシズマ様がお相手だと。そう、これが最初で最後のダンスだから。いいわ、ナギさん、とても素敵よ。愛したことを決して悔やまないために、愛したことをしっかりと刻むために。渚ちゃん、こんなにも美しくて誇らしげな二人を、こんなにも華麗で優雅なダンスを、アストライアの丘で初めて見たわ。シズマ様。ナギさん。よくやったわ、ナギさん。シズマ様。今踊った感じを忘れないことね。はい。ダンスは愛よ。愛することの幸せと喜びを全身で表現するものなの。あなたたちならきっとできる。エトワール様。これでもう教えることは何もないわ。あとは二人で自信を持ってやることね。ありがとうございます。我がミアトル生徒会が推薦するエトワール戦の立候補者を紹介します。私、鈴見玉緒と。私、青い渚は、ミアトルの代表としてエトワール戦に出馬することをここに宣言します。これで終わりね。私たちの務めは全て終わった。あとは3月の卒業を待つだけ。これでよかった。そうよね、シズマ。興味深い本なの、覗いてみたい。
橋へ行こう。川の方にあの頃の甘いエピソード見えたの。惑いつつ怯えつつ触れ合ったね。幸せだと言ってみて笑うあなた。恥ずかしくて逃げ出した。捕まえに来て本当は何もかも知ってるくせに私のこといじめてる。愛の罰受けたい時。珠緒ちゃん、私の手を握ってて、お願い。はい。私たちの旅もこれで終わりだね。もしこの先二人の道が分かれても、もしも結んだこの手が離れてしまっても、どんなことがあってもこの手のぬくもりは忘れないから。次回ストロベリーパニック始まり。絶対に忘れません。